秘密基地のアリクナグラマ周辺、おい、日差しがサングラスがないと、そうね、もう目が痛くて、あとダメだ、日焼け止めね、日焼け止めね。ニューヨークの夏は長いんですかという質問が来ましたけど、そうね、あのサマータイムがあるからさ、うん、そうね、1時間かかるから、ね、そうそうそう、だから夏はめっちゃいいと思う。すごい1日長くてさ、冬になるとさ、もう何時、4時過ぎぐらいから暗いね、もう暗くなっちゃうからさ、夏は9時ぐらいまで明るいもんね、なんなら仕事終わってからもなんかちょっと出かけられるぐらい明るいから。今だって今何時、5時ぐらい、今ね5時、5時か、5時か、全然明るいよね。時間の感覚忘れるよね、ニューヨークね。でもあれじゃない、この今6月、うん、これくらいだったらまだいいけど、これ8月とかはさ、暑すぎて。そうね、あともうニューヨークあるある、アメリカあるあるかもしれんけど、建物の中めっちゃ寒いね。そうね、あと電車の中で、あと電車の中で、もうエアコンガンガンで、だからさ、うん、だからか分かんないけど、普通に夏でもたまにレザージャケットとか着てる。あー、俺でも俺もジャケット結構ね、持ち歩いてたりする。なんかこのアーゴティ、アールゴティ、アルゴティ、アルゴティっていうのも結構人気らしくて、カフェだけどコーヒーとかじゃなくてティー、珍しいね。ね、なんだろう、チャイナタウンとか行くとさ、うん、お茶、何、ティーとかさ、バブルティーとかいっぱいあるね。バブルティーめっちゃあるね。あんまり紅茶屋さんってないよ。ない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 。あんま飲むこともないけど、健康にいそうな気がするよね。今日本でも、あれやろ、日本帰ったよ、この間。そしたら、バブルティー。だから日本でいう、日本でいうとこなんだっけ、タピオカジュースだ。タピオカジュース、ドリンク、めちゃめちゃ流行ってて、超強烈。あ、そうなの、うん、何があったみたいな、すごいよね。飲み物ばっかやな、飲み物、甘いものばっかり。ちょっと甘くないやつを買おうかな。じゃあ買おうか。はい、なんかこれ試飲できるみたい。アップルサイダーってよく聞くよね。なんかね、うん、アップルが切って入れたって言ってるよね。どんな感じ？濃い。濃い。何味？アップルの味が、アップルの味が強いね。Medium lemonade for this case. Thank you. Thank you. 買いました。でね、これはね、うん、ハイビスカスレモネードっていうやつの、これでレギュラーサイズで 4.75 ドル。おお。じゃあちょっと飲んでみます。めっちゃうまい。うまい。なんだろう。ここのさっきのアップルのやつもそうだけど、結構ね甘めなんだよね。紅茶ってさ、結構薄い、そう、ね、お茶っぽいじゃん、うん、お茶っぽい。これはなんかどっちかっていうとジュースに近い。ハイビスカスのレモネード、レモネ、レモンは違うけど、うん、うまいよ、うまい普通に、普通にうまいです、うん、飲みやすい。果肉が入ってる、嘘、うん、マジレモンかな。あ、あれ味が変わった。レモン。多分レモンだ。レモンが強くなったね。あ、レモンが強くなった。うまい。単純に混ぜが甘かった。さっきのチョコレートがもう吸っていくわ。あ、美味しい。さっきのアップルサイダーもめっちゃうまかったね。うん、意外。新発見です。やっぱ、俺、シャリの食器に目がないじゃないですか。
初めて聞いた。初めて聞いた。そんな人におすすめのお店がこちらにあるんですけども、フィッシュエリーっていうお店で、食器屋さんです。ここすごいいろんな食器屋があるらしいんで、まあ、早速行ってみますか。うん、何か書いてみて。俺も書くけん。いいや、ラブ&ピースって書いて貼ってもらうよ。秘密基地サトルって書いて。入れます。これがディスプレイされます。これでいけるよね。かわいい色づいてる。あ、そうね。これ何？リンゴの。あ、芯を送り抜く。送り抜く。あ、ガッて、うん、ねえ、こんなの見たことない。コンドーム売ってる。高いよ、4.5。 お土産にどうぞ。これもまたアイスクリーム屋さんが、ベンチ、なんか奥に違うらしい。最愛のチョコレートシュー。すごくない？やばいもん。あ、見たいわ。さあ、グラマシーの最終地点、ミニオンスクエアに着きました。この辺のこのスペースでマーケットがちょいちょいやってるんで、今日は日曜なんでやってないですけど、土曜日はやってます。流木を売るっていうね、いい商売だね。ミニオンスクエアはこんな感じですね。みんな座ってのんびりしてます。ミニオンスクエアって何って言われて、何？広場。広場やね。福岡でいうとこの紀子公園みたいな感じやね。あ、分かんないけど。おっちゃんがね、あと囲碁めっちゃやってる。囲碁じゃない、ちょっとチェスね。はい、ということでグラマ周辺これで終了なんですけども、どうでしたか今回は。なんだろう、やっぱりハイライトはマリソンスクエアガーデン、じゃね、マリソンスクエアパークのあたり、ミュージアムとかさ、だからあれにやっぱりまとまってるかな。そうね、フラッタイロンがあって、うん、公園があって、そっから下はちょっとなんか、そうね、ブロードウェイ、そうね、なんかゆっくりした感じで、でユニオンスクエア来るとまたなる。そうね、人が増えてきて。いやでもなんかあんまりこうやって歩くことないから、今回この企画で歩くことなんて知らないことがいっぱいあった。そう面白いね。こうやって歩いてるとさ、とにかく甘いもんが、あ、そうね、お店が甘いものばっかりで、こういう紅茶のお店とかあると助かるね。そう。もう甘いもん食えるよ、ね、本当にそう。ニューヨークは本当やっぱり
奈良なら歩いても楽しいなって改めて思ったから、ね、まあこの旅まだ続くけど、企画が続くけど、またまたさらに新しい発見ができればいいんじゃないかと思います。じゃあ次の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。バイ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンぜひお願いします。 Twitter、Instagram もやってますので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。皆様、笑顔一日頑張りましょう。ゴー